やあ、前回のパートから、ためどりです。刹那圭介です。よう、バックステップの亀様じゃ。さて、この二人のイチャイチャを見せられる時が来ましたよ。言い方が悪いの。よっしゃ、行きますよ。それでそれで、20年前にいろんな魔法を見せてくれたから、私でも使いたいなってずっと練習してきたんです。おう。そしたら、ついに使えるようになったんですよ、魔法。わあ、すごいじゃないか。サンタ史上初、魔法使いサンタだ。危険な魔法は習得してないよね。もちろん絶対習得してる。それなら安心だ。ちなみに魔法の色は何色だった？え？青でしたよ。青、運命的だな。僕と一緒じゃないか。あ、偶然かぶったんじゃの。偶然だったんじゃ。ただ偶然だっただけなんじゃ。え？それって珍しいことなんですか？珍しいよ。今まで青い魔法を使えるのは僕しかいなかったんだから。わあ、これは恋する女の子にとっては運命以外の運命という言葉で片付けられるような、そういう素晴らしいものですな。僕の魔法を見て練習したからサリーは青い魔法に なったのかな。うーん、どうなんでしょう。でも奇跡的に同じだったって考える方がロマンチックじゃないですか。やっぱりロマンチックって言葉使いよった。恋する乙女、めっちゃ恋する乙女。うん、そうだね。プロテインだね。お、何これ。な、なんだ。嘘、あの子たちもう帰ってきた。あの世界で生き残ったって言うの。あの隠れましょう、隠れましょう。やばいことになりました。え？で、なんで隠れるところゴミ箱やねん。おかしいだろ。え、待ってよ。この成分に戻ってさ、ゴミ箱調べてみたらさ、どうなるんだろう。え、もしかしたら見つかるのかの。まさかな。ちょっとやってみたい気がする。モコ、サンタの世界に行ったはずじゃ。とりあえず魔導書を読む前に書き置きくらい置いておきましょうか。こんな感じで世界、話がつながってきたな。どういうこと？これ。ああ、バレたんじゃ。サンタ世界がえらいことになっとるってこと。ちゃんと説明してくれ。ごめんなさい。泣きながら言ってる。そんなこと、そんなで、そんなこんなで拘束されて、こっちに連れてこられたってわけ。そりゃあ、もう気の毒だったわね。サリーもパパと同じ青い魔法を使えるようになってたんだ。うん、一度本で見ただけの凶暴化魔法を20年間必死で思い出しながら練習したんだよ。すごいでしょ。うん、それじゃあ使えるようになっても仕方ないわ。20年間の努力の重み、俺はわかる。だって俺20歳だもん。技術的にはね、確かにすごいわ。そして凶暴化魔法の結界を作った後、サンタたちに魔法を込めたお茶を配った。どう？これで大体のことは分かったかな？まあまあかな。一応謎が解けた動機は分かったし。つまり？説明しよう！わあ、これヤタバでよく出てくるナレーターのやつや。びっくりドッキリメーカーの説明とかの時によく出てくるやつや。まずサリーが最初に私たちの家に来た時、本来ならば彼のずっと保護するはずの大人がいがそばにはいなかった。それはなぜか。凶暴化事件のせいでプレゼントが足りなくなってサンタ業界忙しかったから。そう、今日はサンタサリーの凶暴化事件によって20年前と同じプレゼントが足りないって状況をつけたかった。それによってのこの中起こりはサンタ業界は大忙しい、全員のサンタに仲良くつける余裕もなくなるわけだ。イエス。そうなればサリーはパパになってもバレないし、教会からのお高めはなし。イエーイ。なるほど。お姉ちゃんうざいキャラクターになってる。サリーはパパにお高めとらずまらず、教会を使ってサド教会の復讐を行った幼稚から元気に愛をする気持ちを作ったサド教会を講じ、来年からまたパパに会いで毎年パパに会えるようにやったろうと。イエス、おイエス。つまり今回の出来事を全てパパに会うための特典だったというわけだ。なんてやつだ。うわ、
てかお姉ちゃんめっちゃテンション高い。え？グレート、大正解。そうそうなんだよ、よく分かってくれたね。よくも私の気持ちが分かってくれた。よくもって言うんだ。分かってあげたんだ。よくもって言うんじゃない。分かるわけないだ。分かるわけないでしょ。え？サリーのせいでいっぱいのサンタやトナカイが死んじゃったんだよ。アルも話を聞き分けこうと、あんたが根っからの悪党だって分かった。自分の好きな人に会いたいためだけに誰かを殺さんでバカげてる。この野郎、ガムを食ってるような口をするな。パパ、なんでこんなこと恋をしてたわけ？え、いや、まさかこんなことをする子だとは。正直パパのショックだよ。ガーン、今稲妻が走ったと思う。え、今なんて、え、今なんて言ったの？私聞こえなかったよ。全然。出たー、都合の悪いやつを聞き逃すフィルターをかけた。これは悪党。ショックだって言ってんだ。こんなことをするのは最低だって。ダダーン、稲妻が3つぐらい落ちた。あ、おー、え、パパってデリカシーないのかの？かもしれない。なんでこんなやつがモコとレインディアのお父親になれたんだろう。母親の顔が見てみたいです。パパ最低。パパ最低。え、ふふふふふ、あー、好きな人に嫌われちゃった。あー、もうなんか全部どうでもよくなっちゃった。全部なくなればいいのに。こんな元気やヤデレ初めて見た。お、おい、ひどいよ。あなたのためにやったことなのにどうして分かってくれないの。わ、分かるわけ。あー、もう嫌い、みんな大嫌い、殺す。ちょ、落ち着け、サリー、落ち着けって。本格的ヤンデレになってきたぞ。恋する乙女を怒ったら怖いですからね、特にヤンデレは。お前らを殺す。やばい、ヒーローユイみたいなことを言ってる。わー、でもすごいなんかセクシー。そんな大勢グラビアアイドルでしか撮らんぞ。しかも翼まで、天使の翼みたいになってるやん。天使の羽みたいな感覚じゃの。ランドセルか。ちょっとパパのせいでサリーがご乱心じゃない。パパが言わんかったら、ちょっとサリーもちょっと落ち込んだだけで終わったかもしれない。俺のせいなのか、俺が悪いのか。戦わなきゃ。パパの手伝ってよ。すまん、びっくりしてぎっくり腰になっちゃった。いくつやで。20年前で14歳ってことは今34歳だろ。まだ若いぞ。ぎっくり腰になるような年じゃないと思うが。はぁ、バカ、パパのバカボン。ごめん。ボコ、仕方ない。私たち二人でやろう。パパは土壇場でぎっくり腰になるただのおっさんだったんだから。34歳でおっさんになるパパの心がドキンとされております。パパ、パパのバカ、パパのおっさん。おっさんはひどい。思春期の娘を持ったらこういう男になります。俺も気をつけなきゃいけません。よっしゃ、行きますよ。おう、久しぶりのポッセンジャー。さて、とりあえずやられにくくするために全体の暴力を上げる時から始めます。オッケー。なんかあったかな。とりあえず攻撃力の高い攻撃をぶつけていきたいんで、やっぱこれか。極炎エクスプロージョンでやっぱ一番強いと思うんで、いきます。モコモコカードで暴力アップで、あ、サリーの攻撃が来るが、サリーの攻撃力はそんなに高くなかった。そんなにもともから攻撃力が高いわけじゃなかったかもしれんの。かもしれません。さて、ここでモコは魔導エンジェルレンディアの魔法力を上げます。あ、ここはもうエクスプロージョンバンバン打てばいいでしょ。これでまあエクスプロージョンがバンバン、あ、HP 吸ってくるんじゃん、あいつ厄介かもしれん。だがこっちもバンバンいきます。こっからモコも攻撃を始めましょう。どうしようかな。バトルスラッシュでいこう。全体攻撃っていうのはあんまどうでもいいけど。でエクスプロージョン、
明らかに、もう明らかにその女の子サンタには似合わんような攻撃してきたね。もうちょっと今の引いたわ、引いた、ちょっと引いた。とりあえず攻撃が続きます。あ、普通攻撃やってもバランス崩した。わあ、やばい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 よやばいよ。モコちゃんに頑張ってもらわんかったら立て直した。とりあえずモコちゃんは攻撃してもらって、レインジャーはちょっと手堅く全体回復があったはずなんで、これ大丈夫、問題なし。サリーは吸収攻撃を使って攻撃力が低い、大丈夫。そのままビートダウンしていけばよし。レインジャーもエクスプロージョンを入れましょう。とりあえずそこそこのダメージを与えてるはず、 HP も減ってるはずなんです。多分の、それは問題ないと思う。モコちゃんをもう一回、何やったっけ、魔導エンジェルを使って、あー間違えた、魔導エンジェルでレンジャーだね、レンジャーを使ってエクスプロージョンで攻撃と、そういうコンボ攻撃的だな。わあ、攻撃したかったのに。うん、もう出鼻くじかれたぞ。じゃあもうバトルスラッシュ使って、とりあえずモコちゃんにかける、よいしょ。とりあえずモコちゃんに頑張ってもらわんかった。あ、レインジャー起きたね。で、なんだろう、僕は普通攻撃でようやくエクスプロージョンが使える。あー、やばかんかんやばいやばい、なんかやばいぞ。結構削られてないかの。そう、やばいよ。全体攻撃、全体回復じゃん。全体回復して OK、間に合った。で、モコちゃんは多分そうそう溜まっとんね、溜まっとんで、あ、でも魔導エンジェルを先に使いましょう。レインジャーで、レインジャーがあのエクスプロージョン、いい感じです。あー、まだ、あー、モコちゃんの方か、モコちゃんの方、やーす、やったじゃないか、ラスボスだと思うぞこいつ。その通り。はあはあ、勝った。へっ、サリー、これで落ち着いたかい。して、え、愛して、もう一度私を愛して。残念だが、お父さんはね、もうお父さんなんだ。だから愛したら不倫になるんだ、分かってほしいな。サリー、私には妻ができた、家族もできた、愛すべき人ができたんだ。君との再会は嬉しかったが、もう一度愛し合うことはできない。それは家族を裏切ることになる。それに君がしたことは許されることではないよ。もう戻れないの、あの頃の二人に。戻れない。私ね、練習してきたんだ、もう一つ。え、何？魔法もう一つ使えるの。何何？もしかしてそれからお菓子が降ってくる魔法？モコちゃんはあくまでメルヘンジックで考え方で突き通すつもりだね。そういうモコちゃんか、わしは大好きじゃ。うん、スタイル抜群になれる魔法。あ、年頃の女の子らしいね。そういうものまた一興じゃの。うん、背が伸びる魔法気にしてるんだね。うん、まさか教授家魔法、世界を壊す力が手に入る素敵な魔法。バカな、そんな魔法を使ったら君も死ぬ。教授家魔法は凶暴化のように倒して直すことはできない、勝者が必ず死亡する魔法なんだぞ。ゾンビ化みたいな感じだ。完全にブラッドクリスマスの B はバイオハザードの B みたいな価格になってる、つか紫になってる。やばい、もうこれはやばいぞ、世界の崩壊レベルじゃ。お前はお前はウェスカーにでもなるつもりか。死にたいんだよ、あなたと一緒に。お父さんに使うつもりか。みんなで一緒に死のう。ま、待て、子供たちは助けてくれ。殺すならば全て私だけ。何言ってるの、私にとってはこの小娘たちが一番憎いんだよ。ほんとにやんでね、みたいになってきた。わー、元気とどめてない、やばい。わー、サリー、君ってやつはモコ、レンディア、二人だけでもここから逃げるんだ。私がこいつを組み止める。ちょっと待ってなさいよ、ちょっと待って、お父さん、ぎっくり腰のおっさんになり下がったパパに何ができるっていうの。そこ使えると痛いです。パパ死んじゃ嫌だよ。モコねえ、この教授かってさ、どういう原理で変化してるわけ。私も詳しくは知らないか、おそらく原理は凶暴化と同じ、この結果を使用した変化だ。うん、
ということは。ま、待て。しかし。ひろこの言ってる場合じゃないでしょ。やるしかないじゃない。え、なになに、どういうこと。ぎっくり腰のパパはサリーと戦うことなんて到底無理。それならばパパにこの結界を壊してもらうのよ。結界を壊すのは呪文を唱えるだけだから時間はかかるけど、座っていてもできる。パパがチェンドルやってる間、私たちが持ちこたえればいい。簡単に言うけど、それができるのか。まずんだ、教授家をなめるな。お前たちが持ちこたえられるような。たまってなさい、ハゲ。ハゲてないけどね。結構ふさふさやけどね。うん、わしよりも毛が生えとる。私たちの手さをなめるな。ハゲ、ついに来たか、反抗期。もう若干反抗期的な兆しはすでに見えとった気がするけどね、前から。そう、今に襲いかかりそうな感じなのに空気を読んでくれるサリーも、そろそろ堪忍袋の方が切れるわ。行くわよ。うん、本当の最終決戦じゃ。モコとエンディア、これを使え。魔力の粒子を3つ、神様のプレゼントを1つ入手。なるべく早く済ませる。無理は絶対するなよ。わかった。これは倒せばクリアっていうか、耐えればクリアみたいな感じかもしれませんね。かもしれんってか、元気は全然ないじゃないか。翼くらいじゃ。あの背中についてる翼くらいじゃ。あの、なんつうか、スカーレットなんやったっけ、フランドルスカーレットか。東方のフランドルスカーレットみたいな翼がある程度じゃ。サリー、こんな姿になっちゃった。登場してる暇もないわ。今日の言ってる私たちも死ぬ。なんか、コードベロニカ、バイオハザードコードベロニカのスティーブを生み出す状態。全力を戦うわよ。うん、行くぜ。戦術は大体さっきと同じじゃ、あ、間違えた。マドエンジェルでレンジャーです。さっきと同じ展開でいきます。あ、防御力アップする魔法をスクーン忘れとった。今のうちに使っておこう。忘れるなよ、そういうところは。こいつはマジで強そうじゃん。ちょっと手堅くいきます。手堅くいけるか。いけた。ギリギリやけどいけた。モコちゃんはちゃんと攻撃してもらって、レンジャーで回復やね。単体攻撃でいい、単体回復でいいや。よいしょ。テクニカルヒール、オッケー。で、打倒サンダー。あ、暴力だんだん下げてきやった。正確なモコちゃんが暴力上げたのに。そう、これは厳しい戦いか。もう一回、もう一回、もう一回、どれやっけ。これこれ。で、レンジャーは自分を回復しといた方がいいな。よいしょ。これでよし。攻撃力と魔法力、さらにパワーアップし上がるというのか。これは直接だったら厳しいぞ。難しい展開になってきた。いけ。あ、やばい。結構ダメージでかいな、相手。なんとか耐えてくれよ。わかっとる。バトルスラッシュ使って、その間にレンジャーは単体回復でいこう。よいしょ。あ、まだ暴力下げてきた。厄介やね、これは。なんとか、やれんかと。もう一回暴力を上げて、エクスプローションでその間に攻撃してもらう。あー、どんどん暴力が。厳しい展開ですよ、これは。次の攻撃食らった HP やばいんじゃないかの。どうだろう。それでも、もう一回マドエンジェル使ってその間にエクスプローションを打ってもらう。どうだろう。あー、なんとか耐えた。いい感じの耐え方かもしれん、逆に。ギリギリちゃったからの、ギリギリ何度かできるぐらいだったら、まあ何度か。全体回復じゃろ。そうじゃそうじゃ。全体回復と、これでオッケー。ワンダーまで回復するか。ありが、また暴力下げてきた。この暴力下げての、お、なんだ。ちょっとパパ、いつまで結界を解除に手間取ってるのよ。パパ死んじゃうよ。結構ギリギリの戦いだったもんな、これ。ちょ、あと少し、あと少しだから。よし、あと少しだ。その言葉信じるぞ。暴力アップで、エクスプロージョン、いけ。あー、さらに成長くん、どこまで赤いよあれ。俺、わしらみたいな防御力アップみたいにさ、途中で下がったりするのかの。どうなんだろう、わからん。そのあたり全然わからんけど、とりあえず作戦はこのまま続行。一応耐えるよるからね。爆殺。わあ、あかん、あかんぞこれは。ただラッキーっていうか、不幸中の幸いなのは、この回復っていうか、復活のこう、圧があったのに、モコちゃんの方やられたら厳しいなってきた。やばいぞ、やばいぞ。なんか、もらったアイテムで、
赤目様のプレゼントって復活アイテムなんじゃ。これはラッキー。パパありがとう、ありがとうパパ。給料1年分ぐらいのやつだったかもしれないけどありがとう。それはちょっとパパ復発しすぎ。娘のためじゃ。じゃあ復発するでしょ。暴力アップして回復回復単体これこれよし回復で暴力アップして耐える。よし、そんなに強い攻撃じゃなかった。でその間に魔法力アップさせて魔法この流れが強いと思える。いえ、あー暴力、ま、戻った。クソ野郎、長期戦を意識させるような戦い方になってもおります。あ間違えた、単体攻撃か今てか通常攻撃になってもだ。まあしょうがない、いけ。でこうなっていけるかの、行くしかないでしょう。回復厳しいってほどでもないからなんとかなるんじゃないかって思われる。魔法力アップで一発攻撃。エチブがちょっとやばいけどね、ちょっとやってみます。あーもうこっちゃん、あーやめだ、厳しいな。あ待てよ、セーブしてないじゃない。え本当にや、どこでセーブした。あの魔法陣のところってことは一回あの教授構えのやつ倒さなあかんね。わあ、やっちまったの。とうとうサリーが奥の手を出してきました。次回サリーの真の力に挑むぞ。次回のプレイヤーはバックステップの亀様です。よろしく頼みますよ。お、わかった。あ、けどその前に番外編入れるかもしれませんね。えー